来週の童貞すごいんだねって話。早速ですが、はい、ライスさんが説明してくれますので、うん、お二人よろしくお願いいたします。お願いします。さあ皆さんはですね、うん、銅でできているもので思い浮かぶものって何がありますか？銅ってついてる銅線だと思います。銅線ね、銅線間違いなく銅使われてるよね、うん、あれはね、絶対使われてる。アグリちゃんはフライパンだと思う。おフライパンに使われているとね、はい、さあ中野くんどうですか？ちょっと早かったですね、回ってくるのが。そんなことないよ。あ、そう、身近なもので言うとメガネとかも銅でできてたりするんですかね？誰に聞いたの？台本読んだみたいな感じ。どうでしょう。それはどうでしょうかね。では、うん、ここでなんとクイズです。この中で銅が使われているものはどれでしょう？うわ、どれかな。この6つね、銅が使われているものがあります。どれでしょう？分かる人分かる人。はい、はい、電線だと思います。電線。うわ、行かれた。いやいや、取られちゃったな。でもね、さっき電線って言ったけど、電線っていろんなところに使われてるよね。ね、いっぱい入ってると思う。はい。はい、自動車。自動車ね。自動車。いろんな部品使ってるんだろうね。でも電気通すやつにはね、必ず俺入ってると思う。うるさいな。通るやつには。1個ずつ言ってくのか、これ。通るやつ。電気は通るやつどれかなって考えたと。野木野くん決めてくれ。うん、パソコンとかもありそうだけど、うん、全部使いそうです。全部？全部入ってる。この6つ全部？うん、そんなことあるかな、それクイズで。関町さんどうですか、はい、正解は。のりひろくん全部使われてます。うわーすごい。長田さんの誘導がすごいですね。すごい、ずっと喋ってた。なんか親戚の子かなんか。よくのりひろくんもガッツポーズ取れてたね。ということで、まあね、皆さんの便利な暮らしのあちこちで銅が役立っているわけでございます、うん、はい、さあということは、もし今銅がなくなったら、うん、電気がもう使えなくなってしまいますよね、うん、まあ確かにね、もう電線がなくなっちゃうわけですもんね。そう銅っていうのはすごいわけですね、はい、さあということで、今回は実際にどんな銅が皆さんの生活にどんなところに使われているのか、うん、VTR を見ながら一緒に勉強していこうと思います。はい、関町さん VTR 振り、はい、それではどんな銅が使われてるんでしょうか。 VTR 用意ドン。私たちの便利な暮らしを支える金属製品、中でも銅は金や銀よりも安く加工しやすいことから、私たちの生活のありとあらゆる場所で使われています。それでは突然ですが、ここでクイズです。クイズ。圧延銅箔と呼ばれるこの薄い銅、実はこちら今の時代に欠かせないあるものに使われているんです。それは一体何でしょう？スタジオの松尾さん、10秒でお答えください。今の時代に欠かせないものですからね、欠かせないもの。そう、薄い。でもうみんな持ってる、みんな持ってる、もう1台湯葉。正解はスマートフォン。例えば圧延銅箔はフレキシブルプリント基板と呼ばれる部品となって、スマートフォンの中にある1000個以上の電子部品をつなぐ役割を果たしています。さらに銅にいろいろな金属を混ぜた材料はカメラや充電用の接続端子、イヤホンジャックに使われているんです。めっちゃ使われてるじゃん。携帯電話、スマートフォンはどんどん小さく便利になっていますが、これは電気を通す部品に使われている銅をより薄く加工する技術が進化しているおかげでもあるんです。でもこんなにも薄い銅箔、一体どうやって作っているんでしょうか。さあというわけでね、銅箔、うん、結構金箔とかは聞いたことありますけど ね、銅箔っていうのはあんまり、薄い銅もね、いろんなものに使われてるね。今こう小型化されてるじゃない、うんうん、そうです、全部あの銅箔のおかげで、そうだ、ね、薄くなってる。なるほどなるほど、そうそうそう、はい、じゃあその銅箔どうやって作ってるか皆さん分かりますかね、うん、あ、はい、さあ岩倉こうやってあの香川のうどん職人さんをいただいて、綿棒で、ね、作業を
時間かかるぞ。職人さんが職人さんを集めて、ね、来てるってことですよね。いやちょっとね、分かんないですかね。皆さんちょっと分からないですかね。というわけで今回は特別に VTR にもあった圧縁銅箔の実物を持ってきましたんで、ちょっと見てみましょう。どのぐらいの薄さなのか、はいはい、どうですかこれ見てみて。めちゃくちゃペラペラよ、ね、本当に。あの折り紙に何枚か入ってる、うん、あのキラキラしたやつですね。嬉しいやつね。嬉しいやつ。貴重なやつね。めっちゃ軽いです。ね、軽いよね、本当に。金属の重さじゃないよ、ね、これ、はい。こんな薄くなんかできるのって人間じゃできない気が。人間じゃできないね、これ。人間技じゃないよ、ね。さすがに香川の職人じゃできないと思うんですね。棒じゃできないよ。さあというわけで、じゃあどうやって薄くしたのか、はい、ぜひこちらの VTR ご覧ください。よーいスタート。さあというわけでやってまいりました、はい、JX 金属株式会社さんのくらみ工場でございます。しゃー、絶対食べきるぞ。いや、そういうロケじゃない。あ、何と勘違いしてんのかな。違いますか。絶対ないと思うぜ、金属の工場に。間違えました。間違えないでください。で、なんか今日案内してくれる方がね、はい、いらっしゃるみたいなんでお呼びしましょう、はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、素晴らしい。若い方で。勤められてる方ですか。はい。くらみ工場総務部総務課の多田真理子と申します。どっかで雇ったタレントさんとかじゃないの。僕らより圧倒的に花が。本当に。本当にあります。本当にですよね。行きましょう、じゃあ、早速。今回、ライスのお二人は、JX 金属の多田さんと共に、神奈川県にあるくらみ工場に潜入。こちらの工場で作られている薄い圧縁銅箔は一体どうやって作られているのか、その実態を調べるべくライスが調査。うわ、全部、うわ、すげえ。ということで今回は2つの工程を紹介。まずは1つ目、厚み20センチを 1.5 ミリまで加工する驚きの技術とは。じゃあこちらがインゴットと呼ばれる材料になっております。何ですか。金属。はい、銅の塊ですね。銅、はい、これ銅なんですか。銅です。あ、これですか。はい。あ、これは銅。こちらをあの加熱をしながら圧縁といって薄く加工する場所、はい、にご案内しようと思います。見て、見たいですね。全然想像できないですよ、はい、この巨大な銅の塊、厚さ20センチのインゴットをどうやって薄くしていくのか。でか。早速作業現場を覗いてみると。すげえ。なんだこれ、なんだこれ。うわ、なんかもう嘘みたいな、これ嘘みたいな機械がありますよ。機械だな。こちらが一番最初の工程ですね。何すんのこれで。900度まで加熱をして柔らかくしてから、あのロールが2個開いてるんですけれども、その間を通して、もうこのぐちゃってやるんですか。ローラーで。こちらは最初の工程に使う圧縁機。その作業内容はというと、まずは先ほどの銅の塊を赤く900度まで加熱。熱いんだあれ。熱いよ。その後この圧縁機に通し、加熱した銅の塊に圧力をかけて薄く伸ばしていきます。この時いかに温度を保ったまま圧縁を完了させるかが重要なんだそうです。すぐやんなきゃいけない。さらに別の圧縁機に通し、板厚や形状を精密に整えながら調整すると。ちょっと待って、あれが嘘でしょ。あれで十分だよ、もういいよ。だいたいこれが 1.5 ミリぐらい。 1.5 ミリ。はい。うわ、普通になんか一つの塊かと思った。うわ、全部、うわ、すげえ。薄いのが重なってたんですね、これ。はい、10円玉と同じ厚さになります。ああ、本当っすね。10円玉だ。10円玉ぐらい。え、変な話、これを10円玉の工場にまた持ってくみたいなこと。これは行ってないんですけど。すごいバカみたいな。めちゃくちゃ笑われてる。笑われてる。この関町の的外れな質問のせいなのか、突如。これ。すいません。あ、タダちゃんごめん。
大阪さんに負けてお前もう言っといてよ。ちょっとマジでびっくりしたよ。びっくりしたよ。よう覚えだしたタイの40の大人がびっくりした。おーびっくりした。終わったと思った。突然の爆音にもびっくりしましたが、あの厚さ20センチの銅の塊がなんと10円玉と同じ薄さになるという驚きの結果に。続いての工程ではさらに薄くなった銅箔が完成と、その前に移動中のライスにまた悲劇が。素材メーカーですとか、うん、見えないところで製品が活躍しているようなその業界にすごい魅力を感じて。こういう素材とかに興味があったっていうこと。そうですね。うわそれはずるいよ。何してんの急に開いたの。どういうこと。カウントダウンするようなことじゃないよ。フォークリフトが通るときに自動で開閉するので。フォークリフトだと回したんですか。僕ら近づくと誰かがネタペットかぶっとったよ。すごいよ。そうね、若手芸人かな。急になんでちょっとずつ驚かせるんだよ。やめてよ。ライスにとっては美味しいハプニングがあったところで、続いての工程がこちら。なんだこれは。なんだ。うわ。またちょっとさっきとは空気の違う感じの。なんですかこれは。これがあの、はい、衝動を焼きなましを行う。焼きなましを行う。ラインになっております。はい。ここではさらに加工しやすくなるように加熱します。これを衝動。焼きなましと呼びます。そして最後の工程、仕上げの圧延機にかけられます。5回以上繰り返して薄く伸ばしていくと。綺麗。好き。こちらです。広げてみますね。嘘でしょ。そう、すごい。あ、本当にアルミホイルみたいね。大体これが5ミクロンですね。5ミクロン。厚さ20センチの銅の塊が厚さ5ミクロンの銅箔に。20センチの4万分の1の薄さになったのです。さらに JX 金属が作る厚円銅箔は一般的な銅箔と比べて曲げても破れにくく、この厚円銅箔でなんと鶴を折ることもできます。そう、じゃあマジ折り紙じゃん。このように高品質の厚円銅箔を作ることで、スマートフォンなど私たちの生活にとって欠かせないものが機能しているのです。すごいびっくりでしょ、ね、すごい。のりひろくんどうでした。なんか技術がすごいなっていうか、もう言葉も出ないぐらい。感動して。なんとか絞り出してくれた。ありがとうね。これができたからこうあの携帯電話とかもね、どんどん薄くなっていったという中に入れることができるっていう。はい。なんか今日、はい、VTR に出てくれてた多田ちゃんがスタジオに来てるみたいです。どうも。どうも。ごめんちゃん、お久しぶり。もう本当にこうやって地方局のアナウンサーに全然変な感じ。お天気情報教えてくれる。お天気情報教えてくれる。多田さんっつってね。ただロケの終盤であのインディアンスが好きって言われてたって全然。全然タイプ違うじゃないですか。そう。ああまずったなっつってね。違うな。さあ銅はですね、他にも私たちの生活のいろいろなところで使われているんです。それがこちら。例えば今徐々に増えてきた電気自動車ですが、一般的なガソリン車と比べて電気自動車は銅を4倍以上使っている、そうなんだ。しかも電気自動車には限らないですよね。この医療機器、そういったものにも銅っていうのはすごい使われているということで、本当なくてはならない存在。確かに、ねえとなっております。ということでみんな銅の凄さ分かったかな。はい。さあというわけで以上、ライスの銅ってすごいんだねって話でした。